こんにちは、シュウです。今回も戦闘中やってこうかなと思います。今日ねステージ4イニシエの都やってこうかなと思います。なんかねこのノーマルのレベルも上がってんだよね。ステージ1のノーマルとステージ3のノーマルだとステージ3の方が難しかったんだよ。なんでこれもノーマルだけど若干難易度上がってる気がする。おーすごい、左なんかすげえ熱いな。新キャラアシュラ、前からのキャッチ力 100% は手パル系か怪力系だね。怪力系ってもあれでしょ、ボス的なイベントで出てくるでしょ。いや普通にいた、普通に野生の怪力いるな。怪力って野生でいないよね確か。ゴーリキーまでしか野生でいないよね。ね君らも友達じゃない、友達より大事な人。ごめん、これ私の必勝法ブザービートアタックするわ。これ私のブザービートアタックって言って開始速攻にやめて、あいつおしゃおいおしゃおい私のブザこの時のブザービートアタックっていうね、開始直後にやる技なんだけど、あいつキャラ性能がめっちゃ高い。あ、なんかねコメントでもらったんだけど、これわかった、これがキャッチ耐性なんだって。でこれが反復横跳び。いや体育の授業であったよねこの反復横跳び。私ね正直言っちゃっていいですか、割と得意だったね反復横跳び。でなんかねこのマーク、これはあんまり近づくとダメなんだって。私コメント欄でね日に日に上手くなってるね。こういう離れたとこから、そう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 、いや皆さんありがとうございます。おこれで私も確実に強くなってるね。武器屋がオープン、ステージ2箇所に武器屋どうしようかな。でこれも離れたとこから、うわすごいね。これ近づきすぎると皆さんどうなりますって言いますかと、近づきすぎると逃げちゃうんだよねこんな感じで。だからそれはしない方がいいよって言われた。え、どうしよう、武器屋行く、忍び買ってくる。ちょっと忍び買いに行こうかな。お、え、超欲しい超欲しい、雲に乗ってんのかな。キツネ像にボールを当てると光を照射する。その光を当てると本殿の扉が開き、雷神の忍びと契約できる。え、超かっこいいんだけど、超絶かっこいいんだけど、雷神忍びの時もね普通の忍び若干飽きてきたね若干。いやちょ強敵いる、こいつこいつマジ強いんだよこのウルフ。このウルフは倒してもいいんだけど、今ちょっと雷神のあれやってくるわ。どこにある、こういうのね、左上のマップになんか、あたたたたた、割と遠いな。ていうかさ、あの怪力すごい足上がったよね。私のブザービートアタック、あれが全く効かなくてびっくりしたもん。うわでもみんないるなこれさ、わたく、作戦勝ちよ怪力。まあ怪力お前はちょっと今眼中ないわ。なんか3分ぐらいしかないって言われてたもんね。どれここ、どこだ、あこれか、はいはいはい、うおすげえかっこいいんだけど、これでどんどんやっていくみたいな感じか。これはもう一回ここに当てんのかな、はい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 。 でもこれ分かりやすいね、このチェックマークあるから。これ通りやっていけば、結構いるな人数、この右上10人いるんだよね10人。そう、なんかドドンパみたいだね、ワンピースじゃなくてドラゴンボールの。分かる、これめちゃめちゃドドンパみたい。あのタオパイパイが天津飯にやる。うお来た、本殿の扉が開いた、雷神の忍びを。いやこれ次回風神の忍び絶対やるでしょ。お前ら飛んでよお前ら。お怪力めちゃめちゃ足速い。これさ、私も足速くなれんのかな、そのアバターみたいな感じ強くなれんのかな。雷神の忍び獲得、かっけえかっけえ。ちょ雷神忍び行ってきて、腕前みたい。一回怪力倒してきて、怪力今そこにいなかった、いた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 、いけ、おいちょまあね、そんな最初から腕前見せられてみたいとかあるもんね。あの怪力をまず倒しこようぜ雷神。いた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 、いけ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 、お今自分で撃って自分でやられてる、もしかして。おいまたお前じゃねえか、これ何が起きたの。今整理しますと、雷神が自分で雷使ったので、雷に自分で当たったのかな、で私が知らないとこからやられたのかな。いや登場人物全員弱えじゃねえか。待って怪力どうする、サミさんここまで帰ってきたね。いや痛いぞウルフ、行ってこい行ってこい怪力。いやすげえ、見たみんな、さっきは自分で引っかかったけど今度は相手が来た。これ自分で雷使うのやばくない、
割と最強かもしれない。いけ、うわ最強だこいつ。あーまあでもエイムはガバガバなんでそこはしょうがない。これ足早い敵にだと、うわこいつ、ちょライチこいつやってくれ、ちょこいつやってくれ、こいつちょライバルでめちゃめちゃ強いんだよね。お、自らボールを拾いに行ってんの、ライト打ってんの、うおお尻にプリティなケツに、いやこの時あると負ける。わ怪力、怪力お前私の圧倒的あれに行ってやるよ。やべえ、びっくりした、いやびっくりした、私普通当てちゃうよこれ。はいはいはい、すごい、私のエイムで、はい二刀流、はい二刀流、はい二刀流、やべ失ったものがでかい。今なんでダメだったんだ、食らったのか。どうしようかな、忍びないとね。お、トーク力すごすぎ。落ち葉の音でライバルが気づく。けー、おみくじを揃えると。こいつはむむむ、サッカーの人いんな。おみくじ確かどっかに、あ、これ、あ、あ、今日。草薙。え、あ、と、あ、止めろってことね、2回ぐらいやって。はいはい、大吉で、お、自動的に止まんのかな、絶対大吉がいいでしょ。待って、これあ、止ま、あ、止まるんだ。でも結構難しいね。あと1個、これね、あれだわ。中吉の次。なんで、ここで当てると、来た！お、なんだこれ。前忍びレベルが足りない？あ？どういうことだろう？これ私の自分の持ってる忍びが出てくるのかな？これは初めてのあれで演出だ。わかんない。あ、でも残り4人しかいない。どうしようかな。でもね、これね、あんまりすぐ終わんない方がいいんだよね。イベントがあるんだよ。なんで、とりあえずちょっと歩き回ってます。イベント闘技場が、ああ闘技場オープンね。これで忍びを獲得できるんだよね。まあとりあえず、いや誰かいるな、うわー、まあとりあえず忍び取ってくるか。お、新バトルボール、なんだそれ。今から15秒後に緑のバトル、はいはいはい、これ前もあった。風神が落とす、あ、ここで風神出てくるんだね。風神はキャラとしては出ないんだ。はい、なるほどなるほど。どっちでもその前にこれやりたいね。このなんだっけあれ、そう、これやるわ。いや、ここで一回キャッチの練習するわ。一回も取ったことない。来い来い、うわ、こういうことね。なるほどなるほど、掴んで掴んで掴んだ。今のこれ一瞬のこれしかないんだ。よーし、ゲットしました、私忍び。うわ、でこれで残り切れたら風神が多分演出なんだろうね。この演出地味に好きよね。いきます。渦巻く突風に落ち葉が舞い上がる。おお、渦巻から現れた風神がすげえザ主人公みたいな、カメックスのあれみたいなんじゃん。でこれはもう使えないと、この緑のは。なるほどなるほど。あ、おすげえ、めっちゃいい雰囲気じゃん。あ、でも少ないんだろうね多分。うわ、でこれこっちから行けねえわ、チェックポイント。割と遠回りしていかないといけない。いました、レディー。ごめんねレディー、行ってこい。うわ、やべ、あいつハンター持ちだ、まさかの。あ、でもこいつは攻撃的、やべ、どうしよう、みんなどうしたらいいと思う。ちょっとみんなカッコつけていい、私。お、行ってこい。やいやいやい、いいバトルになってきたね。待って、女の子、女の子、ちょっと私、眼中だ。ちょ、女の子、女の子、かばってよ。あー、やっとか、女の子ずっとね、考えてないで、ね、おやつ屋さんはどこだろうみたいな、ずっと一人で歩いてたね、女の子。まあ、そういうとこ嫌いじゃないよ、私。この二人で盛り上がってる感じで。どうしようかな。お。さあ、いました。あいつも忍び持ちじゃね。いや、どうする？一回これに隠れようか。この木箱に。うわ。あ、待って、忍びないのか？忍び、頼む。行ってくれ。忍び、忍び、ボールだぞ、ボール。お、よくやった。そのさりげないね。さりげなくレディーファーストね。行ってこい。あいつには勝とうぜ。俺たちの必殺コンボを見せてあげよう。扉に光を当てろ。おー、びっくりした。びっくりした。びっくりした。あいつ、そういうとこあるよね。後ろから不意をつくみたいな。方向ボタンの下でキャッチだって。いや、ちゃんと教えてくれんだね、これの。私前回コメントで教えて、もう3パートぐらい早く教えてほしかった。 いいね、このライトンからの当てんのやばいね。確実性がすごくない？なかなか正直やられない気がするね。うわ、みんな見て、目の前怪力いるね。行ってこい。
よく避けた、よく避けた。いやこれどうなる、この怪力対剛力。さあ私これ見届けるよ。さあさあさあどうなる、相手も弾を拾うのか、拾ってきた。さあ大事大事、やられたー。いやシュワー、おお、あれちょみんなスローで見て。俺私今やられたと思ったけど生きてる。あれあれ私は今確実にやる、いやあないけてたんだ、よかった。なんで焦らせんだよ。で次これイベントが毎回同じなんだよね、なんで覚えとけば大丈夫だね。確か次ここにあれが出たはず、忍びのあの挑戦なんで、ここで待機っていうのもそのイベント読み、まあ全然ありなんじゃないかなと思う。こっち出れんのかな、こっちは別に扉を開けれないんだ。なんかねこのゲーム困ったらボール当てとけばいけるみたいな。あるこれさ、術もうちょい使った方がいいよって言うんだけど、なんか術使っちゃうと私普通に勝っちゃうんだよね。いいのかな、まあ別にずるってわけじゃないと思うんだけど、これに使ってみる。ああ、これ意味ないんだ。いやー、私のライバルいる。こいつマジやばい。こいつの、いや、みんな成長した私を見て、じゃあ。おい、昨日の私と違うんで、コメント欄で日々日々に上手くなってんだ。消えな。やべ、やべ、後ろから来てる、後ろから来てる、嘘でしょ。危ねえ、危ねえ、やられ方、危ねえ。やべ、さすがにお前に忍びを開けるわけねえが、お前に忍びを開けたら私終わりだ。うぃ、キャッチー、キャッチがすごすぎた。裏闘技場消えな。ビッグバトルボール忍び獲得。なんかねみんなこの忍びすごい優しいらしいんだよね。前回コメント欄でもらったんだけど、何が優しいか知ってます？何が優しいかっていうと、倒した時にその優しさが見られるんだよね。ちょ倒して、いや倒して頼む、優しさ見せて、見して、いくよ。この後がすごい優しいの。どうなるかっていうと、敗者は見せないんだよね。見た、勝者しか見せないの。敗者は見せないって、このビッグボールなんだっけ、なんていうかの優しさね。だからすごい優しいっていうので、この人のねすごい、うわーやばいな。で私ボール持ってなくてもボール持ってるみたい。ふいつこふよい、じゃあ皆さん私倒してくるわ、あいつ、あの忍び。でも私術使うからね今回は、ふんだんに。消えな。お、すげえ、あれ2個いく、ああ終わった。今メール来なかった？メールだって。え、これなんか動画的にいいのかな、メール来てたよね。まあいいか、メールがすごい気になるけど、どうする、あれやる、ハードモード、ハードモードやってもいいだろうね正直。ん？なんだ？なんかこういうキャラこそなんか強キャラ感あるよね、この可愛いキャラみたいな。多分リアルに言うと足速いんじゃないかな、めちゃめちゃ。で、捕まえづらいみたいな。じゃあハードやる？ハード。お、獲得賞金150ポイントだって。やっぱみんな強いんだろうね、きっと。うわっ！日本の神、野生の怪力増えてんな。怪力ブザビー叩こう。おい、お前さっきのリトル、あ、石カルスリトル、え、かわいい、え、絶対弱いじゃん。え、ブザビタタック決めちゃうよ。え、こんなかわいいキャラいていいの。なんか私がすげえ悪者になっちゃうけど、ごめんね。これ今ハードじゃないですか。多分ベリーハードになるとキャラがみんな怪力とかになるんじゃないかな。で、こういうノーマルな住人が一番普通の人間で、性能が普通なんだよね。なんで多分そういう感じになるんだと思う。いや、これ武器買うかな、ハードだから。いや、どうしよう、一回行ってみようか。そういえば一回見てないもんね。なんか新アイテムとかもしかしたらあるかもしれない。この、おお、近い近い近い、これ、ん、なんだこれ、ん、あ、これ多分金のフィギュア持ってこの人に話しかけるとなんかイベントあるんだろうね。おお、いいよ、危ねえ危ねえ。しかもこれボール2つだから取れなかったね、きっと。危ない、や、これ足速いからさ、びっくりした。なかなか当てられないよね。なんか当てるコツとかありますか？どうしよう。私の、あ、これね、ボール売った方がいいよって言われたね、その、俺、ボール売れない。俺、これ、ボール売った方がいいよって言われたんだよ。どうしよう、これ。
これ見て、赤いの2個あると、あれなんだよね。このバトルシューターが買えないんだよ、この、これ。なんで今みたいにボール捨てちゃうじゃないですか。なんだけど捨てるんじゃなくて、売った方が値段になるよって言われたんだけど、え、なんでだろう。今売れなかったよね。うわ、来た、お前、やって、こいつ、いや、ちょっと待って、雷神の守備、ちょっとごめんね。今、ちょっと出てこないで、動画に、うるさい。どうする、これ A を押した瞬間始まるね。で、私の近くに1個ボールあったはず。危ねえ、危ねえ、こいつ強すぎ。あ、たけしはごめん。さあ、今のでね、一気に3発使っちゃったから、あ、これはさっきのと違うかな。若干違うよね。さっきのここにいた人、雷神の忍びを待ってたよね。え、雷神の忍び、星どこにあるんだろう。ああ、この女の子はさっきの優しい人だね。どうする、いや、撃たないか。うわー、リスいる。あいつに撃つわ、カイリキーに。ちょ、カイリキー探しに行きます。おい、お前絶対これカイリキーだろ。いや、絶対カイリキーだ、これ。いやいや、狙われすぎじゃない、私。え、そんなに私なんか反感買ったっけ。よし、あ、どうしよう、カイリキーいない。みんな、私エイム力見てよ。うわ、なるほど、避けるのか。まあ、いいか、一回そういうとこうか。いや、これね、ハードモードやってんだけど、結構やられるね。正直、アイテム買ってきたね、この、後ろに盾とか。いやー、これ、しょうがない、しょうがない、しょうがない。後ろ盾あるから最悪防ごう。で、今、雷神の忍びとに行くわ。割とね、今までノーマルだと、術とか使わなくてよかったんだけど、術使ってくわ。こっから。正直、術使わないと厳しい。やべ、やべ、やばすぎ、裏闘技場。オッケー、ナイス、危ね。一回、雷神取りに行く。雷神取んないときつすぎ。よし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 。結構、走って逃げれる。うわぁ、こいつ使うか。こういう時だね。こんな感じ。正直、脳術だと倒せないわ。忍び消滅。なんかね、今みたいな感じで、普通に忍びがやられんだよね、怪力。怪力のキャラ性能が高すぎて、お、さっきのリスちゃんだ。あのリスちゃんさ、すごいなんか新キャラなのに可愛いよね。なんか、ああいうゆるキャラって最初に出てくるじゃん。後半に出てきて強いかと思わせときや、本当にゆるキャラみたいな。とりあえずアイテム取りに行くわ。カイリキー倒すには本当術必須だね。なんか動く正体だと当てられない、早すぎて。今私ね、術を取りに行ってるね、カトン。正直、忍びやられたら術で倒すしかなんとかない。バトル忍び自身に勝てってこと？ちょ待って、視点下手すぎ。ちょ待って、一回落ち着こう。うわ、これ超強いでしょ。チャーシューキャッチー、チャーシューパンチー、早すぎ、早すぎ、チャーシューキャッチー、チャーシューキャッチー、チャーシューパンチー。待って、こいつマジ強い、マジ強い。ただあいつにボールはない。今は焦る場面じゃない。ちょ、トイレ行ってくるわ。よし、来たぜ。で、どうする？早すぎて当たんないよね。うわぁ！人と全然レベルが違う、正直。普通の人ね、今までの。今まで人に勝って忍びゲットするんだけど、忍びって、いや、これさ、多分あれだろうね。モードがハードになってから、これ投げるフェイントしてくんの。危ねえ、危ねえ。よっしゃ、支柱は全部こちらにある。みんな私カッコつけていい？ここにボールを置きます。で、忍びが拾いに来たところを当てる。行くよ。待て。行くよ、待て。ちょっと冷静になってね。ここら辺に置きます。で、拾ってきたところを当てる。今、うわっ、はいえおっしゃ、早すぎだろ。お、今ちょっとナメプしてたよね。今ナメプしてたよね、あなた。あなた今なんか。回転してナメプしてたよね。やったー、あぶねー。あ、選べんだ。ん、どうしよう。こいつ最近使ってないからこいつにしてみる？今日は守りを固めるタイプでいくか、私。よし、頑張ろうぜ。やっぱ忍びの安心感すごいよね。あ、これなんかね、
前と後ろ守ってもらえるみたいな。やっぱ前守ってほしいよね、後ろより。後ろはね、まあ正直、あ、後ろこれついてんじゃん、私、この防御。ピンクボール来ました。ピンクボール来て、さっきこれで終わっちゃったんだよね、メールのあれ来たけど。んー、これ中級だとイベント違うのかなと思ったけど、中級ハードだと。なんか多分一緒だろうね。そんなに何か大きく違う。あ、まだ8人もいる、今回。やべやべ、頼む頼む頼む、やー、ありがとう。で、ここどうすかな、当たる、こっから。うわ、足早いな。カトン使うか。カトン使います、私。ただ、あー、でもカトン使うのはあれの方がいいか。怪力。あ、見て、さっきの可愛いリスちゃんいる、可愛いリスちゃん。この可愛いリスちゃん、本当に何も無抵抗だよね。何もやってきてない。いや、ごめんね、リスちゃん。当てるよ、君に。リスちゃん、足も遅いし。怪力、足早いじゃないですか。なんだけど、めちゃめちゃ遅い。ごめんね。あ、来た、メール。あ、タイムセールだったんだ。まあ、正直ね、あってもなくてもいいイベントかな、タイムセールは。多分これだけだと思う、もう正直。なので、あとはみんな倒しに行くわ。怪力何人いるかだな。私の術が4つか、あと。お、金にボールを当てるとなるぞ、だって。金なんてあった？金、金ってどこだろう。うわ、今みんな見えた一瞬。忍び持ちキャラいたわ。だ、術使うわ。私確実に勝つわ。こっちにいた。いた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 、あいつ。いた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 。ごめん。うわ、あいつ術避けるんだ。すごい。忍びは術避けるんだね。あ、で、これであの、店に売ってる契約の腕輪だっけ。それをつけると、なんだっけ。仲間になってくれんだろうね。すげえ、忍び術。いや、でもこれを、ミンク族、この子たち可愛いね。なんか本当に、できないもんね。なんか投げたら罪悪感みたいな正直あって、全然、私のその優しい心が全然しない。さあ、残り3人、これちなみにね、今、右下1分40何秒じゃないですか。で、右上3人じゃないですか。この時間内に3人倒されて私の負けなんだよね。なんで非常にまずい。めちゃめちゃまずい。で、全然いない。いや、みんなマジやばい。残り1分。痛い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 、痛い痛い痛い、ごめんね、女の子。ライトン、これ確実に倒す、確実に。あと何人、あと何人、あと2人、あと2人。おお、びっくりした。やめろ、そういうポーカーフェイス。あと2人、どこにいる、頼む、出てきて。いや、いない。で、痛い痛い痛い、ごめん。もう時間ないだって、時間ない。あと30何秒。1人、あと1人。あと1人、どこにいる、頼む、頼む、マジ頼む。いや、残り28秒。いや、こっちじゃねえな。わかった。わかった。行ってない場所一箇所ある。左だ、左。いや、20秒しかねえ。やばい、やばい。16秒、16秒。やばすぎ、やばすぎ。やばいって。いや、頼む、頼む、頼む。いや、出て。うわ、マジか。いや、でもね、よかったね。なんかハードのレベルを知れてよかった。まあ、難しかったね。でも、術があればいける。忍びか術。なんで、ハードは正直、ベリーハードがどうなるかわかんないね。まあ、次回メルハンやろうかなと思います。バイバイ。